中足らないですよ、ニュートン出てるんでね、はい、動き触って迷いた柏木細かいステップからシュート、先制ゴールは浦和レッズ、最後は細かいステップワークから押し込みました柏木、0対1、アウェーの浦和が先制しました。コーキックでしょ今、うん、かわしてからこれね、ニュートンが前に出たんで、なんか足らないんですよ、はい、真ん中がね、そうなりましたね、で柏木がここでフリーになっちゃったんで、うまかったですよね、コーキックでしょ、うん、左足にね返して、そうですよね、あ、いや素晴らしい、61分のゴール、